徳さんお疲れ様です。あの動画を本当に撮影する機会って、まあ、普通の人でもすごく増えましたよね。で、私もまあ言って普通の人ですけどもで普通の人なんだけども動画を撮る機会が増えたんでその動画を活かすことによってまあ普通じゃない部分をね持つこともできるのかなっていうのがまあ、YouTuber という側面かなと思います。まあ、私の場合はどんな時でも動画を撮るっていうのがもう習慣になりましてね昨日も ちょっっとしたたキッズススペースに行ったんですけどもやっぱ動画撮っちゃいますよねでも動画ばっかり撮ってるとそれはそれでね今いるリアルな空間が楽しめないのでもう本当に数秒とか数十秒撮っちゃもうその場の、まあ、形をねしっかりと楽しんでいくってことになってまあ、動画撮りっぱなしってのはないですね。あの 運動会とかでも行ってもですね、子供の運動会でも動画撮りっぱなしで三脚に据えてっていうのは、実はね、後から見返すことがなくなっちゃうんではないかなと思うんで、あの、いい場面だけを10秒とか20秒で撮っておいて、後で編集してつなげて1本の3分とか5分の動画にするみたいなことの方が、繰り返し見るようにはなるんだろうなと思うんですよ。まあ、ですんでね、動画を撮っていくと、あの見たくなるように撮るっていうところも、だん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 たけてくるのかなと思うんですよ。 でもちろんこの見たくなるようにっていうのは自分自身が見たくなるようにってことで構わないんで、いや本当にね、そういう意味では一人ゆかりの動画ってのは結構撮れるようになりましたね。で、あとは、あの、多くの方に見てほしい動画っていうのもビジネスで動画を撮ってる以上あるわけなんですよね。プロモーション動画ですけども。まあそういったのはそういうので、まあ、編集をかましたり、ロケに行ったりとかね、テロップつけたりとか様々あるんですよね。音楽つけたりとか、交換を入れたりとか。うん、だからね、動画が身近になって、 あの自分を表現する場面っていうのは結構増えたなっていうようなところが私の仕事というか、まあ、趣味なんでしょうねこれねうん、はい、でも今回ねノクさんが言われたようにあのスマホで動画を撮る機会っていうのがむちゃくちゃ増えたんでスマホがね例えば動画の記録がちょっと戻ってこないとなるとね痛いところがありますよね私は今んところそういうのないんですけども例えば大好きなアイドルさんの動画っていうのは 私は一眼レフカメラで撮っていたんですけども、うん当時ね。今は多分これスマホで撮ると思いますね。画像もいいし、音も入りやすいし。あとね、保存がしやすいんですよね。うん、あの、ノクさんもお使いになってると思いますけども、この画像のアプリがあるじゃないですか。画像のアプリね。これ普通の写真ってやつですけども、写真というところをタップして、写真をこうやってね、展開するんですよ。ああ昨日こうやってね、子供と一緒に行ったのがありますけども。そして動画を撮りますよね。 こういった動画がありますけども、動いてますよね。これ、マシになって。動画の、この、えっ、ー、と、左下のね、四角い箱に上矢印みたいなボタンがあるんですけども、そこを押して、で、えっ、ー、と、下の方をずらしていくとね、えっ、ー、と、どこだ ?iCloud リンクをコピーってのがあるんですよ。この上から4つ目に。iCloud リンクをコピーってやると、なんと動画がですね、コピーされるんですね。今、コピーされました。ですんで、それを Facebook のメッセンジャーなどで、 自分自身にこうね、貼り付けて送ると、こういうふうに貼り付けて送るとね、2行の URL になるじゃないですか。そうすると、これがパソコンから開けて、パソコンの中にダウンロードできるんですよね。まあこれご存知かもしれませんけども、いや私この機能があってね、もうスマホで動画撮るじゃないですか。その動画をなんかやれこれめんどくさいことせずに、線もつながずに、あのもう URL コピーペーストで、 どん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 パソコンの中に保存できるんでいやこれがね快適ですね画像もいいですしねうんそういうふうにしてますね今はねはいということでスマホで動画を撮るなかなかねあのー、私もいろんな保存に手こずっていたんですけども今はこの iCloud でコピーっていう機能があるんでそれに気づいたんでねすごくサクサクといろんな動画を 保存させていただいているというところかなと思います。私の動画撮影の方法はこんな感じですけども、いかがだったでしょうか、えー。それではこれからもね、素敵な動画ライフをお楽しみください。一眼レフカメラ、それからコンパクトデジカメ私はもうほとんど使わなくなりましたね。あれほど、あっちに行くときでもこっちに行くときでも2個3個と携えていったんですけど、今はスマホ1個で全部済むようになりました。まあ、いわゆるやっとのことで使いこなせるようになってきたということなのかなと思います。それではお疲れ様です。